はい、じゃあ続いて、はい、里芋。そうですね、里芋の方も先ほどのトマトに続いてちょっと元気ないっていうか枯れました。これもね、トマト以上にちょっとやっぱり水を欲しがる植物なんですけど、はい、水やりはこれは2日に1回やってたにもかかわらず、この高温で、まさかの、はい、結構湿ってますよね土は。これそうですね、慢性的なやっぱり水切れなんですよね。ちょっとまあ下の方とかですね、はい、先に言ってた葉っぱがやっぱりちょっとやられてるような感じでしょうか。これ分かりますか、ちょっと色が悪くなって体調不良みたいな。そうですね、こっちの方なんかくるっと巻き巻きなってますけど葉っぱが。これも典型的な水切れですね。もうやっぱりこの35度、はいはいはい、もうこの2日間の35度の水切れであっという間にちょっとこうポンってしまった。葉っぱがくるくるは水切れなんですか。そうです。でこれが行き過ぎるとこうなっちゃうんですね。そうですね。あらら、こっからちょっとね、この辺になるとやっぱりダメージがもう進んで回復はしないとは思うんですけど、これ火が当たりすぎたってわけじゃなくて、火はあの里芋好みますので。大丈夫ですよね、火が当たりすぎじゃなくて水切れですね。水切れが起きてるということですね、はい、これはあの本来でしたら、まあ、8月とかもっと猛暑の時期に起こることなんですけど、はい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 、ちょっと今年異常で早々とこんなもう梅雨明け6月にっていうのは初めての経験と、まさかの35度超え。7月1日と思えないですよね。そうですね。あら、植え付けが遅かったとかそういうわけじゃないですもんね。違いますね、これはもう純粋に暑すぎてもう非常に異常気象の、はいはい、これあれ里芋も何でもそうですけど、やっぱ葉っぱがあってここで光合成して、そうですね、で地上部から吸収してたから葉っぱ重要ですもんね、はい、ちゃんと育ててあげないと、はい、まあ、これからあのどんどん展開しますし、はい、今後その10月まで、はい、のところで回復っていうか、はい、まあ、新しい葉っぱが出ますので、一応まあ早い時点でこういうことになりますっていうふうなご紹介にはちょっとタイミングが良かったのかなって思いますので、これはだから失敗というかまだ取り返しのつく失敗ですよ。そうですね、っていうことですよね、はい、参考には非常にいいのかなと思います、はい、じゃあ今回はさくちゃんさん何しますか。今日ですね、まずはこの葉っぱのその対策後半にするのと、今からはちょっと脇芽取り、お根元にこの子供、ちょっと後でカメラ移動しますけど、そうですね、言おうと思ったんですけど、めっちゃ子供というか脇からいっぱい出てきてるんですよ。これも脇芽なんです。さっきトマトでもねやりましたけど、これも脇芽。そうですね、これ取るんですか。これ抜かないとね、芋のそのパワーが分散して、一箇所にそのやっぱり養分を集めて芋が大きいのを、取るっていうのが目的なんで。トマトとかだったらよく鉄化って言いますよね、はい、あんまり鳴らしすぎたら栄養が、実の大きさが分散しちゃうんで、ちょっと間引いて取って1個の実に集中させようっていうの、まあ、そういうようなもんですね。そうですね、まさに。わかりました。今日はじゃあ脇芽取りと肥料、はい、肥料もね、後ほどあの増し土っていうのをやりますから。増し土ね、増し土ずっとやってたやつですよね。あれにまた肥料を加えて、まあ、今回2回目ですか、増し土をしましょうということですね。わかりました。じゃあ今日もよろしくお願いします。そしたら今からですね、この中の脇芽取りっていうのをやってみようと思うんですけど。見えますか？どれが脇芽ですか？このちょっとこれとかこれとか、メインの軸がこんな風に軸があって、軸がこれですね、軸があって、そうですね、周りに出てるこの子供のことですね。これ脇芽ということです、はい、はい。ちょっとね、この葉っぱもこれも先に本来ないというか痛みないんですけど、ちょっと切っておきますね、脇芽取りのために。あ、そう、ここら辺さくちゃんさん、はい、ゆっくりやってあげないと。今の切りました。切りました。もうちょっと簡単にサクッと切っちゃいました、はい、そしてもう一つもこれももう切っておきます。ちょっと作業優先で、ゆっくりちょっとカメラアングル考えて、これ、はい、よいしょ、これですね、はい、それも取っちゃいます。簡単にサクッと、でちょっともう枯れたので取りました、はい。でまあ、この辺のその脇芽、これ全部ね、はい、育ってしまうとやっぱりこういうのになって、どんどん上がもうボーボーになりますので、はいはい、もう早めにこのうちに取っておきます。これ畑とかでも取りますか。そうですね、取りますね。やっぱり親の方をしっかり残すと、もうその方がいいですね。わかりました。じゃああんまり欲張らずに、美味しいたくさん大きな芋を取ろうと思うと、この脇芽、はい、収穫してください。これがね、なかなか引っ張ったぐらいでちょっと取りにくいんですよね、折れるんですよね、はい。ごめんなさい。ちょっとまあこうやって普通引っ張るとこれぐらいで切れちゃうんですけど、はいはい、まあ、これでもいいんですけど、はい、鉢植えの場合ね、もうちょっとせっかくなんで下の方までハサミ入れて、だいたい
まあ、親の方に傷つかない程度に。そうですね。これが、この辺があの発生ポイントなので、はい、折ろうとしてもなかなか折れないんですよ。はい、そういう場合はもうハサミでちょっと切っちゃい、切りますね。いきます。はい。ありがとうございます。はい。まあ、こんな感じですね。一回見せてもらっていいですか。はい。はい、こんな感じで切れました。で、まあ戻します。後であの土かけますんでね。はい、同じような形で。同様に。はい。じゃあちょっとサクサクいきましょう。はい。これ比較的野菜とここから出てるんですけど、これで、はい、カメラアングルが見えます、ね、行きましょうか。はい、これぐらいならもう指でねもうひねって取るということができます。こいつ一丁前ですね。ね、これもひねってこんな感じ、はい、むしり取りですけど、はい、結構硬いんですよ、はい、お、これでちゃんとした軸だけになりましたね。あとね、ここにもちょっと芽がありますから、お、取っちゃっておきます。すごいな、これですね、はい、これも折れますよね。やっぱりたくさん芽がついてるんですね、里芋、はい、そこからこうやって上がってくるからちゃんと取りましょうねと。これもう取ったら終わりですか、また生えてくるんですか。これまた出ますよね。出ますか。じゃあ適度に、はい、早いうちにやっぱりこうしていった方が、あのこっちの中心の方に栄養が行くんですね。行きますから、はい、もちろんね、もうこれも今出来かけてきてると思うんですよ、徐々に中で、はい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 、そしてあの恒例のその増し土ですね、はい、肥料はあの元肥に使ったのと同じガーデンベジフル、ガーデンベジフルを使います、はい、マイガーデンベジフルですね。分量はまあおよそ、まあもう感覚的にまあ 15g ぐらいでしょうか、はい、大さじ1杯分ぐらい、1つまみぐらいですよね。そうですね、はい、はい、これをもう混ぜてもいいんですけど、こう表面に、ちょっとすいません、はい、カメラアングルが全然悪い、この根元だけちょっと避けて、はい、まあ、周辺にパラパラと、これおなじみですよね、何回かやったんで。そうですね、前回は土に混ぜて、はい、で、あげましたけど、今回はもう直接。これはね、ちょっともう、作業をはしょるということでもないんですけど、はい、根っこがね、こう広く横に、まあ、伸びたときに、はい、まあ、これ広範囲に広く薄くやっとくと、はい、どこかでその根がもう、まんべんなく到達しますので、はい、だから、あえて混ぜなくて、で、上からそのプレーンな土、と言っても、はい、ここにも肥料が加わってますので、はい、これもかけるだけです。暑い時期ですので作業はね、もうこうやってちょっとスコップでいきます。まだこれ入れても鉢の深さ的にはまだまだ余力があるんですけど、はい、これのもうどんどん繰り返しですよね。大体これでどれぐらい量入れてるんですかね、何リットルぐらい。今で7分目ちょっと超えたぐらいですね。今回追い増し土した土は大体 何リットルぐらいですかね。これでそうですね、3、4リットルぐらいですね。3、4リットルぐらいですかね、はい、でちょっとまあお、なんかどんどんやっぱり土ボリューム増えてきましたね、はい、いい感じですね、まあ、いい感じですね。芋が上にできてきますから、はい、これでちょっと、まあ、ベッドとしては芋の、まあ、隠れるイメージができてきたかなというふうになりますね。作者もちょっとニコッとしましたね、はい、これで一応作業は終わりで、まあ、もちろんこの後水をやりますけども、はい、まあ、その後半のその水やりっていうところでちょっとこの枯れた失敗を補うにはちょっとちょっと一回下ろしますね。でこれ本当に夏のその対象技だったんですけど、もう7月1日でまさかもうすぐ使うとは思わなかったです。プール、はい、もうこの水を溜めたところにこう入れます。おー、でも水やりですね、下からも上からも。そうです、ダブル技ですね。
これ下からも吸うってことですか？吸いますね。どうもそっちの方がねやっぱりちょっと重要ですよね。まあ、今だと下にも根が張っていってるんですもんね。はい。だからそれでちょうどこう水を下からも吸うし、上から流れてきた水も吸うのでダブルで効果があると。そうですね。特に2日間ほどお留守にする場合はもうこうやっとかないとやっぱりちょっと上からの水だけでは足りないですね。日中これ熱されませんか、このためとくと。いや、暑くなりますよ。大丈夫なんですか、お風呂ぐらい。大丈夫なんですか。大丈夫です。あ、熱されても大丈夫と。はい。普通植物ダメですよね、やっぱり。うん、そうですね。あんまり良くないんですけど、里芋の系統はもうそういう温度ではあんまりそのダメージはないですね。じゃあこれめちゃくちゃこっちの方が手軽じゃないですか。そうですね。プール大体どこで買っていくらぐらいするんですか。これはまあサイズにもよりますけど、まあ大体まあ900円1000円弱ぐらい、ホームセンターさんとか園芸専門店さんで買える。はい。まあこういったものじゃなくてもタライでも洗面器でも結構ですけども、まあ洗面桶、そうですね、ですね、お風呂場のやつちょっとはいお借りしてやるっていうのも、そう、ね、お借りしたらね1ヶ月、まあ、3ヶ月ぐらいお借りすることになるんでお風呂困ると思うんでちょっと違うもの、はい、それ専用のもの買ってもらった方がいいかなと思います、はい、奥さんに怒られますね。そうですね、はい、ということで、まあ、こういった状態で今水を実は次水やるのは月曜日っていう、まあ、今日金曜日なんですけど、土日はちょっと作業なしなので水の量は4センチほど貯めてます。4センチ、はい、これで月曜日までまあ持つかなっていうふうなところでちょっと考えています。はい、はい、以上ですね。はい、じゃあ里芋の水、あ、脇芽取りと、そうですね、追肥と、追肥と増し土、はい、を3つ今回やりました。そうですね、ということで時期的にも良かったですね。もうちょうど、まあ、ご紹介できるのがこのタイミングで良かったのかもしれません。植え付けてから1ヶ月以上経ったんですけども、ね、まあ、これぐらい成長して、はい、ちょっと水切れ起こしてるんでここだけやっぱり気をつけましょうってことです。そうですね。で一旦これで終わって次ステージいきますか。はい、また次の植物、はい、はい、じゃあ一旦これで里芋は終わります、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。